はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間ベクトルと成分丸1をお送りします。で、前回まで、2本でね、2点間の距離やってきたんですけど、で、今回からね、空間ベクトルが本格的に始まっていくんですが、成分も一緒にやっていきます。で、最初なんですけど、ポイントなしです。問題を6問。大きな問題1問でね、小問が6問なんですが、これをやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題、取り上げてじゃねえや、解いていきますので、よろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、なんで今回ね、ポイントなしにしたかっていうと、平面ベクトル、ここ空間ベクトルですけど、平面ベクトルの時に、図は違うんですよ。二次元なんでね、あっちは。違いますけど、同じような解き方をした動画があるんです。で、そのタイトルがね、ちょっと待ってね。確か、平面ベクトルの7本目かなんかで、ベクトルの分解っていう動画があるんですよ。もしよかったらね、チェックしてもらえたらありがたいんですけど、そことほとんど同じような発想で解けます。なので、それをやってるっていうことを前提で、ポイントなしで解いていくと。で、まず、平行6面体っていうのが出てきます。ABCDEFGH。これのことなんですけど。で、特徴としては、まず、向かい合った面が平行です。ここ平行だし、ここ平行だし、こっちも平行っていう。立方体とか直方体と同じイメージ。なんだけど、全部の面が平行四辺形です。これ。全部平行四辺形なの。全部の面がね。それを平行6面体と言います。で、そんな図があると。で、その立体だね。立体がある。で、AB ベクトルが A ベクトル。ここね。これが、書いちゃうか。これが A ベクトル。で、AD ベクトル。こっちが B ベクトルで AE ベクトル。ここが C ベクトル。の時に、こいつらをその3つのね、ベクトルを用いて表そうという問題です。で、その前ね、やったって話をしましたけど、例えば、AC ベクトルを出したいんだよ、1番。で、どう考えるかっていうと、AC ベクトル、A から C に行くには、どういう風に辿ってったらいけるっていう。AC で斜め突っ切れないんで、寄り道をしていくしかないんですけど、これ、パターンとしては、おそらく AB 行って BC、B に寄ってから行くパターンか、AD から DC っていう D に寄っていくパターン、どっちかが、メインかなと思います。で、結局、これ答えどっちも同じになります。だから、どっちのルートを取ってもいいんですけど、例えば今回、これだったら、じゃあ B を通るルートにしようか。AB ベクトル、プラス BC ベクトル。これが AC ベクトルになるんだよね。で、その平面ベクトルの時も言いましたけど、ここのアルファベットが同じ時は、くっつくことができるんだよね。B が。右側の B と左側の B くっつけて AC ベクトルに戻るよって。これは空間ベクトルでも使うことができます。なので、なんでこれ分解したかっていうと、AB ベクトル、ここ。もうもろに A ベクトルって分かってる。A ベクトル。で、BC ベクトルないじゃんって感じもするんだけど、これ平行四辺形だから全部の面が。つまり、この BC ベクトルと AD ベクトルは全く同じです。つまり B ベクトルなので A ベクトルプラス B ベクトルですよと。で、これで終了となります。平面と本当ね、同じように考えられると。で、 AF ベクトル、今度ここね、 A から F です。で、これも B 行ってから BF 行ってもいいし、 E 行ってから EF、 どっちでもいいです。またね、ちょっと B 使っちゃいますけど、自分は答えは同じになるからね。AB ベクトル行ってからプラス BF ベクトルで、今これ途中式と、途中式っていうかね、ちゃんと書いてますけど、全然暗算でいいからね。このぐらいの問題だったら書くのめんどくさって思うことは全然書かなくて大丈夫です。で、 AB ベクトルはさっきと同じく A ベクトルで、 BF ベクトル、ここね、こう降りてきてるのは見ると C ベクトルと同じ、しかも向きも同じだからね。だから、A ベクトルプラス C ベクトルで OK と。こうなる。で、今、スタート地点が A だったんですよ。で、ここから B とかに変わってしまうんですけど、もう全然気にしないです。普通にやっていきます。で、どう考えるか。BG ですね。こっからここに行きたい。で、これも
C 行ってから降りるか F 行ってからまあこっちね曲がるかのどっちかなんだけど、まあ、C で行こうか、まあ、どっちでもいいんですけど、なので BC ベクトルプラス CG ベクトルと。で BC ベクトルは見て、さっきもね使いましたけど、これ B ベクトルと同じなので向きもね、 B ベクトルで CG ベクトルがこうで、これはまた C ベクトルと同じですね、こうなって向きも同じだから B ベクトルプラス C ベクトルとこうなります。じゃん行きましょう。次 FH ですね。こっからここに行きたい。で、これもまあ E 行ってからこっち行くか、G 行ってからこう行くか、どっちでもいいですけど、まあ E で行こうかな。で、F、E、ベクトル、プラス EH だね。G ベクトル。で、まずここ大事なのが、FE ね。これ、ここなんで、あ、A と同じだんって、同じだんって、同じじゃんと思って、A ベクトルってしたくなるんですけど、大事なのは、FE はこっち向きなので、A ベクトルと逆なんだよね。で、逆向きだから必ずマイナスがつきます。これも平面の時と同じです。で、EH。これは B ベクトルと同じ向き。なので、プラス、B ベクトル。ね、これで OK と。で、あと2つですね。で、DF。まあ、遠いとこ来ましたね。DF。こっからここまで行きたいので、まあ、これは好き。かなりルートがありますけど、どうしようか。こう行って降りてみようか。DC 先行くか。DC 行って、CB 行って、で、降りる。BF だね。まあ、こう行って、こう行って、こう来た感じ。で、これはさっきも言ったように別にこう来てもいいし、先に降りてから曲がってきても全然構わないです。答えは必ず一致しますんで。で、DC。こう。だから A ベクトルと同じ向きなんで、A ベクトルはプラスだね。で、CB です。CB なんで、これは B ベクトルと逆向きになる。だから、マイナス B ベクトル。で、BF は C と同じ。ね、降りてる向きなんで、プラス C ベクトルになります。よし。じゃあ最後、行きましょう。で、CH ですね。C。こっから H。あ、そこか。まあ、普通に折り曲がるだけなんで、ここはね。で、折り曲がるだけなので、C、降りるか先に。CG。降りてこっち戻ればいいからプラス GH よいしょベクトルとなるので CG、 C ベクトルがね降りる、 C ベクトル同じなので C ベクトルで GH がこう A とね向きが逆でマイナス A になるからマイナス A ベクトルで、もちろんこれでも構わないんですけど、一応ね ABC の順番にしたいなっていうちょっとしたこだわりこうします。いいかな？こういう風にね、ベクトルの位置をこう交換することももちろんできますんで、空間ベクトルもね。まあ、こんな感じで、どういうルートを通っても答えは必ず一致するから、そう、ルートをちゃんと確認して、あとは向きだね。マイナスがつくのか、それともプラスのままなのかっていう、そこを注意してやってもらえれば大丈夫かなと思います。では、今回は高校数学数 B の空間ベクトルと成分丸一についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次、丸二ですね。で、次から成分が、そうだね、出てくる感じになります。で、まあ、しつこく何度も言ってますけど、本当に平面ベクトルで使ってたやつを同じようなことをいっぱいやっていきますので、またね、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。